それではこちらをご覧ください。ここには円があります。三角形 ABP があります。60度、そして 7√3、そしてこの角度は謎の角度です。さあ円の半径は7という前提で、サイン PAB、今塗ったこのサイン PAB が最大となるとき、さあ PAB の面積はいくらでしょう。つまりこれの値のサインが最大になるときです。さあそもそもサインが最大となるといったときのサインって何でしたっけ。 さあ思い出していきましょう。さあ、サインというのは直角三角形においては、さあ、この図でサインシータいくらですかはい、その通りです。これが成分の B ですね。ただ、これだけはダメですよ。もう一つ。さあ、この半径1の円があって、半径を回していきます。シータ回しました。さあ、その時、サインシータって何でしたっけさあ、サインシータの値は、ここですね。 だから θ ーーを回せばこれが上がったり下がったりします。そういう中で最大になる時。さあじゃあこの図の中でこのサインの値これが最大になる時一体いくらですかそうだよね。一番上に上がった時1です。その時この θ ーーの角度は ?90 度だよね。よってつまりこれは90度になる時というふうにちゃんと読めなければいけません。つまりこれは90度になった時どういう図かといえば。 こいつまりこういった問題を解くためには正確な定義の知識そしてそれを使っていく練習この2つが必要なんです。